レモンバームは、シソ科の多年生のハーブ。南ヨーロッパ原産。和名は、香水発火、西洋山発火。食べ物や、飲料の香り付けや、ハーブとして医療に利用されてきた。メリッサオフィシナリス、の挿絵、フローラフォンドイッチュランドオストライヒウントデアシュバイツ、ゲラ1885より、メリッサオフィシナリスの挿絵、ケーラーの、薬用植物より、 ハワシトラールを含み、ハーバルで、フローラルな、レモンを思わせる香りがする。夏の終わりに、蜜を持った、小さな白い花もしくは黄色い花をつける。繁殖力が非常に強く、かつては、人間より長生きすると考えられていた。地上部は冬には、枯れるが、根は、数年生きるため、雪解けと同時に成長を始める。 雪が積もる頃に出た葉が雪の下で枯れずに冬越しする。ことからもわかるように、非常に体感性に優れている。建物の間や年中太陽の当たらない、湿った場所を浅く耕しておき、種をまいた後に水をかけて放置する。荒れ地でもよく育つので、手がかからない。また、毎年種を周囲にこぼすので一度まいたら、毎年どんどん増える。古代ギリシア名では、 レモンバームを蜜源植物として珍調していた。ギリシア語でメリッサは蜜チを意味し、メリッサという名はこれに由来する。ギリシア神話ではメリッセウスの娘が蜂蜜を与えてゼウスを育てた。その後アラブ人によって脅威、共振、競争作用の持った薬草であることを伝えられた。ペダニウスディオスコリデスの薬物詩に、 サソリや毒蜘蛛の下毒剤として有効などと書かれている。一年目のレモンバーム成長が盛んな頃に葉を摘み取り、乾燥させたものが、ハーブティーやポプリなどに用いられる。商用も、その都度摘み取り、ハーブティーやアイスクリームに風味を添える用途のほか、サラダ、魚料理、鶏料理、豚肉料理などに用いられる。ミネラルウォーターなどの風味付けにも使われる。 ハーブは古くから治療に用いられ、ハート型の歯の形から心臓及び感情に関連づけて利用された。記憶力を高める効果があると伝えられ、サプリメントで気分と記憶力が改善することが分かっている。昔からティーとしても広く飲まれ、慢性の気管支援や熱、頭痛に効くと言われた。また、老衰の予防にも優れているという逸話も残っている。 入浴剤としても使用され、肌を滑らかにする効果もあるとされている。鎮静効果、鎮痛効果があるとされ、ドイツで、神経性不眠症及び消化器系に対し、有効性が認められている。花と葉を、水蒸気蒸留法で抽出される。育ちやすく繁殖力が強いため、レモンバーム自体の価格は安いが、採油率が極端に低いため、精油は、 非常に高価である。それゆえ、レモングラス、レモンバーベナ、レモンなどの精油をブレンドして販売されることがある。純正の精油はメリッサトゥルー。他の精油とブレンドされた精油はメリッサブレンドと区別されるが、後者を前者と偽って販売する例も多い。合成品の割合が非常に高いため、イギリスでは当局による規定もない。そういった理由による、 偽物の声油の横行からアロマテラピーへの利用には潜在的な危険がある。声油の研究はほぼ鉄数であり、科学的に証明された効能はほとんどない。アロマテラピーでは、声油には、抗うつ、鎮静、血圧効果、抗菌、抗ウイルス作用があり、子宮を競争する作用も持つとされている。ありがとうございます。